はい、皆さんこんばんは。はじめまして。私、2022年の3月にですね、乳がんと、もう一回言いますよ。乳がんと診断されました。ピースと申します。よろしくお願いします。今日ですね、2022年10月1日、ピンクリボンデーということで、各地で、ピンクのライトアップがされてたと思うんですけれども、まあ、そんな、めでたい日に、あ、めでたくはないな。そんな日に、ちょっといろいろ、まあ、皆さんとお話できたらなと思いまして、急遽動画をアップしようかなと思いましてですね、動画の方を撮らせていただいておりますので、よかったらこれからもよろしくお願いします。まあね、伝えたいことっていうのは、まあ、ピンクリボンデーですので、まあ、なぜ、私が、ステージ4だったのかっていうことと、それから、乳がんのコミュニティの方にも参加させていただいておりまして、まあ、皆さんね、もう病状のこともそうなんですけど、病状のことはね、私も乳がん初心者なんで、正直分かんないことの方が多いので、まあ、それに関しては、ちょっと喋れません。すいません。自分の治療方法とかは、まあ、もちろんね、言ってって言ったら喋れますけど、それ以外のことはちょっとやっぱり分かんないし、無責任に喋れないので、とりあえずね、ちょっとそのコミュニティの中でもね、いろんな方とお話しさせていただいてるんですけど、いや、まあ、やっぱりね、笑って過ごせて、のが一番じゃんみたいな思いもあり、いつか奇跡を起こそうぜみたいなね、会話をよくしてるので、まあ皆さんにね、そんな楽しい感じに捉えてもらえたらすごい嬉しいなと思っているので、これから動画をどんどん上げていけたらいいなと思ってますけど、まあちょっとできるかどうかわかんないですけど、とりあえず今日は動画アップします。で、そうなんですよね。で、今日ね、その東京都庁の方を、ちょっとビデオ撮ってきましたので、まずそちらの方からご覧ください。じゃあ、どうぞ。皆さんこんばんは。初めてましての方は初めましてです。今日はですね、緊急で動画を上げようと思って、回しております。10月1日今日はピンクリボンデーとなります。全国であちこちで、ピンクのライトアップがされてると思うんですけど、乳がんの方は皆さん聞いてますか？全国で応援されてますので頑張りましょうということでね、今日私が今いるのは、新宿の東京都庁のライトアップを見に来ております。はい、はい、ということで、東京都庁のビデオを見ていただいてありがとうございます。最後にですね、ちょっと早期発見について、私の体験談をちょっとお話ししたいと思います。実は私、一応最初にクリニックで診断を受けた時に、早期発見とステージ1と言われたんですけど、まあ、ちょっと誤診もあったわけなんですけど、実はですね、私、まあ、朝晩毎日ストレッチをね、コロナになってからずっとやってたんですけど、去年の11月ぐらいだから、2021年の11月ぐらいに、ちょっと脇の下突っ張るなって感じがあったんですよ。で、その時に、これもしかして怪しいかなと思って、乳がんかなと思ったんで、それ系の病院をいろいろググって、探したりはしてたんですけど、まあ一応なんか、獣医さんがいいとか、通いやすいとかがいいとかって、自分でいろいろ条件をつけちゃってたので、なんか思うところがなくって、ここがいいんじゃないかなっていうヒットがなくって、まあ要は行きそびれちゃったんですね。で、12月に健康診断があるし、まあいいかななんて思ってたんですけど、まあその12月の健康診断の時に、私その脇の下に突っ張りがあるっていう話は先生に、検査した方に伝えなかったんですね。で、なぜ伝えなかったかっていうと、もうこれも重大なミスなんですけど、
まあ、あのストレッチの筋肉痛かな、ちょっとやりすぎちゃったかなぐらいの感覚があったっていうのがまず一つと、もしねこれガンって言われたら怖いじゃんと思ってちょっと言えなかったんですよ、まあ、すごいチキンな私がいけないんですけど、で結局あの検査自体もマンもその時メニューに入れてなくって、触診と、エコーだけだったので、それ見てもらった時にまあ、脇の突っ張りの話をしてないんで、脇は触って、触診もしてもない、してもらってないんですけど、まあ、そこに関してそんなに自分自身も不安がなくって、一応検査結果は、異常なしだったんですよ。で、まあ、そんなの出ちゃって、そんなのっていうか、まあ、そう、異常なしって言われたらもうちょっと安心しちゃって、でまあ、リンパにあるってことはおっぱいにあってもおかしくないだろうって私は思ってたんで、まあ、そこのおっぱいが見つかってなかっただけの話なんですけど、まあ、思っちゃってたら、まあ、その4ヶ月後の2022年の3月に乳がんが見つかって、ああやっぱりかってちょっと思ったんですけど、まずね不安なことがあったら本当にちゃんと私みたいにこう躊躇しないでちゃんと伝えた方がいいなっていうのは思いますね。で、まあ、そのね1回目のがん見つかりましたっていう3月の時点で、まあ、それが本当に早期発見だったら、まあ、それで終わってた話なんですけど、まあ、実はね、まあ、いろいろちょっと1回目の病院っていうのがちょっといろんな不安があって大きな病院に変わるんですよ。で、そこで検査をしたら、おっぱいと脇の下のリンパと、骨にもすでに転移があって、まあ今、治療がしてるんですけど、骨に転移があることでステージ4のレッテルを、ステージ4ね、レッテル貼られちゃったんですね。そうなんですよ。で、まあ、もしね、まあ、私もいい年なんで、転移とか、がんの進行どれだけ早いのかちょっとよくわかってないし、因果関係どのぐらいあるのかもわかってないんですけど、4ヶ月の間にね、骨に転移しちゃってたら、これは本当に重大な自分のミスですよ。なぜかというと、2個目の大きな病院の先生が曰く、おっぱいと脇の下だけだったら、切除手術をして、まあ、その後放射線治療だったり、抗がん剤治療だったりとかは、まあ、当然あり得るけど、まあ、完治する可能性が高いですよって言われたんですよ。で、ですけど、その後検査をしたら骨に転移があって、それも数箇所あったんで、手術できないって言われたんですね。で、まあ、要はね、ちょっと、まあ、その、手術ができない理由としては、まあ、例えば、おっぱいの手術をします。そうすると、骨の方の治療ができないんですって。同時進行ができないんですって。どっちか片方しか。そうすると、じゃあ、例えば、おっぱい手術しました。で、したら骨の方の癌が進行する可能性もありますね。で、そっちが治療できなくなっちゃう。で、例えば、じゃあ骨の方の治療を早く済ませましょうって言ったところで、数箇所なんで、放射線治療をしたところで、それやってる間におっぱいの方がまた悪さをするっていうか育っちゃう可能性もあるので、まあ今どっちも取れないから手術はできませんって言われました。なのでまあとてもショックな状況だったんですよ、それ告知を受けた時にね。まあなのでそうなる前に、特にね若い方とか進行が早いってね一般的には言われてるので、不安なことがあったらすぐ病院に行くとか、検査があるからって言って先延ばしにしないですぐアクションを起こした方がいいと思います。検査代もそこそこやっぱりかかりますけど、病気になって
どんどん進めば、治療費とかもそんな日じゃないぐらいかかってくるので、うん、早めに治療して早めに終わった方がいいと思います。また治療費のこととか、そのね、私の今の状況とかは、まあおいおい話をするかもしれませんけど、まあ本当に早く動いた方がいいと思いますので、それはピンクリボンの今日どうしても皆さんに伝えたくて今日は動画を上げました。で、明日なんですけど、明日っていうかちょっと動画編集してたらもう明け方になっちゃったんですけど、まあ10月の2日の今日ですね、青山のセントクレース大聖堂も、ピンクの、イルミネーション、ピンクのライトアップがあります。で、セントグレース聖堂ってね、まあ、私クリスチャンじゃないんですけど、青山の表参道の裏側にあって、立地も良くて、とても綺麗な教会なので、ちょっと覗きに行って、動画が撮れたら、またアップしようかなと思ってますんで、よかったらまた見てください。じゃあ今日はどうもありがとうございました。バイバイ。